タオルを、まあ、このような感じで、表面の方はかかってるとことかかってないとこがあるみたいな感じでもいいのかなっていう、間引いてかけるみたいな感じもどうなのかなってちょっと思ってます。正直このもらっていただいた写真のやつが結構パサついてるあのウェーブのスタイルなので、なんかあんまりこう全体にかけたらバサって広がっちゃうのかなって気がして、ちょっと怖いなと。ちょっとイメージにそういうなんかハードなイメージはちょっとあんまり浮かばないからなんかちょっとこの雰囲気をもっとなんかちょっと柔らかい感じで、フォアがこのような感じで、結構履歴をすごい、今この徘徊の毛が上すごいですね。このような感じで非常にかかりづらい髪質をされております。タオルを、まあ、このような感じで、で中にお湯をためます。中間水洗の仕方ですね、まあ、1時間半だったらまあやっぱこのぐらいの感じなんで、まあ普通にご飯食べても間に合うぐらいの感じなんで、結構この流れだと簡単にできます。ただ乳液をね、しっかり浸透させていく必要があるので、乳液の浸透剤、それからトリートメントのムササビ、その辺をしっかりつけて、あと乳液の濃度を若干開けてちょっとスピードアップさせてもらいます。まあ、タオルをしている理由としては顔周りの中間水洗ですね、ここら辺の顔周りの毛っていうのはもともと毛が弱いですので、そこをしっかり中間水洗していきたいので、耳に入ったりと顔の方に水しぶきが飛んでしまったりとかするので、それを防ぐようにそうしています。ネープの方はもう水に浸かっている状態なので、ここで少し、手で揉んであげるような感じで水洗をしていきます。ジェル状の薬剤を使ってますので、ちょっとそういうのが必要かと思います。中間水洗が終わったら今度は乳液をつけていきます。はい、このような感じに、荷剤を循環させていきますね。で、ジェル状の薬剤ですので、やはりこの荷液にしっかりつけていかないと荷剤の浸透がしなくなるので、まあ時短を考えてるんだればもう片付けもちょっとここでもうしちゃうって感じですかね。もうテーパー取っちゃって、まあ、一人サロンの方はね、結構この辺うまく効率よくやっていくといいと思うんですけど、まあ、この放置タイム時間をうまく使ってもうこの中でロッドをもう全部外しちゃうって感じですかね。ペーパーとかそうすればあとは簡単に水で流せば大丈夫なぐらいになるので、ここでもう次の片付けも一緒にやっちゃうっていう感じですかね。はい、で今これムササビをつけてます。で今度タオルで、全体を、毛先にジェルがついてる可能性があるので、それを、タオルを使ってですね、こういうふうに揉み込んでいって荷剤をしっかり浸透させていきます。なのでちょっと、加水濃度は若干高くしておりますね。あと荷剤の促進剤もちょっとつけております。このような感じ、ここをしっかりやっていかないと荷剤がやっぱりちょっと中途半端になっちゃったりするとかかりが悪くなっちゃうので、荷剤をしっかりここで作用させますね。でタオル使って全体にこう浸透させていきますね。でこの荷剤を浸透させます。
ちょっとあの髪の毛触っていくとなんかちょっとこうきしむ感じが出てくるんですけど、そうなってきたらちょっと OK かなっていう感じ。そしたらシャンプーをします。シャンプーしてさらに荷材の浸透率を高めて、まあ、最後このきれいになっていくような感じで、このような感じでこれでシャンプーをしていきます。でそれでとりあえず席にトリートメントして戻るような感じです。でこれで1時間半で、できてるんですけど、まあ、こんな感じで表面の方はあんまりボリューム出ない感じの、感じにかけてます。ちょっと間引いてかけたことによって表面のボリュームが、マリアージュっぽいかのカラーのねあれみたいな感じにかかってるところとかかってないところがこう、まあ、ウィービングのパーマとまたちょっと違うんですけど、それによって押さえるところ、骨格が張っているところっていうのはかけないで押さえる、そしてエラインはそのままキープすることによって、彼女の、ね、顔の形がこうすっきりされているので、横にこうボリュームが多少こう A ラインでもこの辺がボリューム少し出るようにして、鉢張らしちゃうとちょっとやぼったくなっちゃうと思ったんで、鉢は張らない状態で、ここをタイトにしてこの辺のボリュームを多少出したいなと思ってました。であと結構取れやすいっていうことなんで、結構かかりをしっかりかけたいとこはしっかりかけてっていう感じにやってるんで、まあ、とりあえずこれで乾かしてみたいと思います。で、使うのはヘナジェルのみですね。スタイリング剤というのはヘナジェルだけです。はい、結構かかりましたよね大丈夫ですか。はい、でヘナジェルを、つければもうこれスタイリング剤になるんで、今ヘナウォーターちょっと欠品しちゃってて、今ヘナウォーターこの先に最初はつけるんですけど、ヘナウォーター欠品なので、ヘナジェルこちらの方をつけていきます。でヘナジェルもちょっとリニューアルされまして、より髪に、良いというかね、結果出せるような商品に変わって使いやすく変わりましたので、めちゃめちゃ自信があるものです。パーマの自然乾燥とかに、ワックスとかベタベタしちゃうんですけど、これだと全くそういうのがなく、これをつけて寝れるぐらいなので、はい、オーガニックですからすごくいいです。こんな感じに、まあ、ムースと同じ感覚で、まあ、これ流さないトリートメントなんですけど、なんか自然乾燥とかしたらパリッと乾いてくれたりもするので結構使えますね。嫌な匂いしないですよね。ちょっと柑橘系の香りとかします。言わされてる感じ大丈夫ですか。どう、いいでしょう。これでこんな感じでやって、あとはもう普段だったら夏場だったらね、もうこれ自然乾燥でいけると思うんで、これでもう終わりとかスタイリングはさすがに今日はちょっと乾かしますけど、そんな感じでいいと思います。で、今タオルしてるんで、いまいちちょっとごめんなさい、ね、ちょっと分かりづらいと思うんですが、結構ですねここら辺がタイトにこうこっちに広がらないようにしたので、ちょうどなんか波ウェーブっぽい感じにかかればいいかなと思ったので、アイロンだなそこは、アイロンかけるか終わり。こんな感じでどうでしたか。どうでしたかっつって感想タイム、すごい素敵な感じだねすごい雑っすね。そうですね、そんな感じで、ありがとうございます。大丈夫、明日からできそうですか。頑張ります。いや、取れなそうだよね。取れなそうです。すごいちゃんとウェーブ早いけど結構ちゃんとなってるじゃん、それなりに、うん、はい、ということで前髪は、はい、ということでこのまま撮影入ります。